日本テレビのドラマに主演する可能性が浮上しており、ファンは早くもその舞台裏や見どころについて熱く語り合っています。平野紫耀の最新ドラマ出演にファン大興奮。コミュニティとイベントの魅力に迫る。こんにちは。エンターテインメントの最前線で活躍する平野紫耀ファンの皆さん。最新の情報が入りました。平野紫耀が日本テレビの新しいドラマに出演することが明らかになり、ファンたちは大いに期待しています。 この記事では、その舞台裏やドラマの見どころについて掘り下げ、平野さんの魅力を新たな視点からご紹介します。まずは、滝沢秀明氏が率いる2倍と所属の平野仕様がインスタグラムで行った生配信に注目です。ファンから寄せられたコメントに答えながら、平野さんが共演者に呼びかけるシーンでは、なんと岩橋本さんからのメッセージが飛び込んできたそうです。久しぶりの平野さんと岩橋さんの交流に、ファンは大興奮。 その一部始終がファンの心を掴んでいます。さらに、平野さんは最近サントリージスの新テレビ CM にも出演し、新しいキャラクターとして登場しました。これまでのクールなイメージとは打って変わり、爽やかですがすがしい表情が印象的です。撮影現場では共演者とのアットホームな雰囲気が広がり、平野さんが大人の魅力を存分に発揮していたそうです。 飲料の CM に初挑戦した平野さんが、どのように新しい一面を見せるのか、ファンはますます興味津々ですね。この CM 出演には、平野さんの所属事務所にバイトの滝沢秀明社長の優れたセンスが影響していると言われています。広告代理店関係者も滝沢氏の経営センスを称賛し、様々なプロジェクトに成功率に参加していることが話題になっています。 他にも、カトリシンゴや草郷などの元スナップメンバーもサントリーの広告に起用されており、滝沢氏の手腕がエンターテインメント業界に大きな影響を与えていることが伺えます。そして、平野紫仕の音楽活動も絶好調です。元日にリリースされた新曲が、わずか3日間で YouTube 再生回数1000万回を突破し、各種ランキングでもトップに踊り出ました。 これにより、平野さんの所属事務所にワイトは芸能界の新たな勢力図を描きつつあり、今後の動向がますます注目されています。最後に、平野紫仕のドラマ出演に期待が高まっています。日本テレビのドラマに主演する可能性が浮上しており、ファンは早くもその舞台裏や見どころについて熱く語り合っています。また、テレビ番組への出演が増える可能性もあり、これからますます平野さんの活動に注目が集まることでしょう。 平野紫仕様の今後の活躍にファンとしてワクワクしている方も多いことでしょう。これからも彼の多彩な才能に期待し、エンターテインメントの最前線を一緒に楽しんでいきましょう。